ブルーのエベルトン・クアドロス・ブルーのクアドロスは、ブラジル・リオデジャネイロ州・リオデジャネイロ出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。7歳の頃にフットサルをはじめ、サッカーに本格的に取り組むようになる。1997年、CR フラメンゴで、プロデビューし、エスタジオ・ド・マラカナンでのプレイという目標を叶えた。 当時のポジションはボランチ。2005年に J リーグセレッソ大阪に加入。J リーグでのプレー経験がある代理人のジルマールや、信仰のあったジーコから、日本のサッカーや、c 大阪について詳しい情報を得ていたこともあって、早々にチームにフィット。スリーバックの中央に入って、守備陣を統率し、巧みなカバーリングで活躍。この年の J リーグ優秀選手賞にも選ばれた。 2006年9月、J1 第23節千葉戦でオーバーヘッドをした際に骨折し、戦線を離脱。リーグ最終戦には出場したが、チームの J に降格を食い止められなかった。降格に伴う運営費圧縮から、翌年の契約交渉が折り合わず、新大阪を退団。守備の立て直しを図るコンサドーレ札幌から高い、プロ意識とリーダーシップを評価され、2007年より、 札幌に移籍。目標のフル出場こそ達成できなかったものの、守備の核となり札幌の J2 優勝、J1 昇格に大きく貢献した。しかし、札幌は、翌年の J1 での戦いに向けて、DEF を日本人選手のみで揃える方針を取ったため、ブルーノは構想外となり放出された。2008年は、CB 人の層が薄かった FC 東京からオファーを、 受け完全移籍した。しかし、開幕直前に肩を負傷。シーズン中にも負傷が立て続き、10月初旬には、左足底部の筋損傷を完全に治療するために、ブラジルに帰国するなど、出場機会は乏しかった。怪我が癒えた2009年は CB で、今野安行とコンビを組レギュラーに定着。丁寧なビルドアップを試行するチームにあって、足元の技術の高さを発揮し、 配給役も担った。同年のナビスコカップ決勝にもフル出場し、無失点勝利に貢献。C 大阪、札幌では果たせなかった J1 でのタイトルを獲得した。敬虔なキリスト教徒であり、試合後にはチャンスを掴んだことに対し、神に祈りを伝えていた。12月に同年限りでの対談が発表された。2011年、ブラジルの c a リネンセに加入。 2012年6月、現役を引退し、理念セの監督に就任することが発表された。2014年2月に退任。2016年、フルスノジェー2リーグ北海道コンサドーレ札幌のコーチに就任。ありがとうございます。